マルグレーテ2世は、デンマーク女王。全国王フレゼリク9世の第一王女。母は、スウェーデン王女のイングリッド王妃。出生時点では、多い継承権はなかったが、法改正により継承権を得、不王の法御に伴い1972年に、即位した。妹が二人おり、末妹のアンネ・マリーは、元ギリり社国王コンスタンティノス2世の王妃である。また、 スウェーデン国王カール16世グスタフは、母方の重帝に、ノルウェー国王ハーラル5世やベルギーオーボードア二世、アルベール2世イルクセンブルク大公妃、ジョゼフィーヌ・シャルロットの三指定は、共にまたいとこに当たる。全名は、マルグレーテ・アレクサンドリーネ・トーヒルド・ア・イングリッド。1954年撮影、フレゼリク9世一家。 第二次世界大戦初期のナチスドイツによるデンマーク侵攻からわずか一週間後の1940年4月16日、フレゼリク王太子の長女として、あまり遠方を宮殿で誕生した。母は、スウェーデン王女、イングリッド。名前は、母方の祖母マーガレット・オーブ・コノートにちなんで名付けられ、祖母の愛称デイジーも受け継いだ。ミドルネームのアレクサンドレンは、父方祖母アレクサンドリーネから、 イングリッドは母イングリッドにちなむ。誕生時にソフクリスチャン10世はアイスランド王も兼ねていたため、アイスランド語の文字を含むアイスランド語の名前サーヨールダーも付けられた。誕生当時、デンマークは女性の多い継承権を認めていなかったため、マルグレーテは決して将来の多い継承者として養育されることはなかった。1950年5月14日、 コッペンハーゲンのホルメン教会で、キリスト教の洗礼を受けた。大父となったのは、父方祖父のクリスチャン10世、父方王子、クヌーズ王子、デンマーク王族のアクセル王子、母方祖祖父である、スウェーデン王グスタフ5世、母方祖父であるグスタフ・アドルフ王太子、母方王子であるベステルボッテン公グスタフ・アドルフ、母方祖祖父この男はアーサーであった。 フレゼリク9世とイングリッドの間には女子3人が誕生したものの男子は授からなかった。この時点ではフレゼリクの弟、クヌーズ王子とその息子たちに王位継承がなされるはずであったが、対戦中にナチス寄りだったクヌーズ王子よりフレゼリク9世国王とその娘たちの国民的人気が非常に高かったことからフレゼリクに男子が授かることが望み薄になるにつれて、 王位継承の変更を求める国民の声が高まった。これに後押しされる形で、1953年に行われたデンマーク王国憲法と王位継承法の改定により、男子優先ながら、男子が不在の場合には女子に王位継承権が認められ、弟のいないマルグレーテは13歳で、推定相続人となった。1958年4月16日、 18歳となり国家評議会の議席を与えられた。不王の不在時には議長を務めた。ケンブリッジ大学、パリ大学、ロンドンスクールオブエコノミクスで学んだ。オーフス大学にも在籍した。1967年6月10日、フランスのモンペザ白爵家出身で、外交官のアンリ・マリジャン・アンドレド・ラボルド・モンペザーと結婚。結婚に際し、 アンリには王子の称号が与えられた。披露宴はフレゼンス傍上で行われた。1972年1月14日、不王フレゼリク9世の崩御に伴い女王に即位した。以降、国家元首として公務に取り組む。デンマークでは初の女王であり、実質的な女王であったセッションマルグレーテ1世からでも560年ぶりである。また、 クリスチャン2世以来デンマーク王の名前はクリスチャンかフレゼリクであり、これら以外の名前の王は459年ぶりとなる。2000年11月7日、母のイングリット王大号と死別。2018年2月13日、夫のヘンリック王杯と死別。40年以上の在位に至る現在でも、ミニへの配慮を欠かさないことで国民に警防されている。 1966年撮影、婚約中のアンリと夫のヘンリック・オーハイとの間に、次男を設けた。また、8人の孫がいる。デンマーク王族は18歳になると政府から歳費を受け取っていたが、世論の批判が高まったため、王室は2016年、8人いる女王の孫のうち、クリスチャン王子のみ確実な多い継承予定者として、歳費が支給されると発表した。 スウェーデン・ノルウェー国王カール15世と、王妃ロビーサの長女、母方の祖父は、プロイセン国王、フリードリヒ・ビルヘルム3世、ミハイル・ニコラエビチ大公と、妃、オリガ・フヨード・ロブナの、長女・バーデン大公フリードリヒ1世と、ヒルイーゼ・フォン・プロイセンの長女・イギリス女王・ビクトリアと、王廃、アルバートの三男・プロイセン王子、フリードリヒ・カールと、妃・マリアンナの4女帝は、 ノルウェー国王法婚7世、妹のインゲボー王女の娘である、マッタ王女は、ノルウェー国王、オーラブ5世妃、同じく、アストリット王女は、ベルギー国王レオポルド3世妃など、ありがとうございます。